腐の食感を生かした煮物を紹介しましょう。フライパンならパパッと作れるわよ。あら、とし子どうしたの？正月太りを解消するって？ヘルシーな豆腐料理でも作ろうか。あ、はいはい、お肉も欲しいのね。一品目は肉豆腐。じっくり煮て豆腐に味を染み込ませましょう。焼き豆腐は4等分。ネギは1センチ厚さの斜め切り。白滝は食べやすい長さに切り、酒を加え中火で煎りましょう。水気がなくなったら取り出して、だし、醤油などを入れ中火にかけます。煮立ったら牛肉を加えてほぐしましょう。アクを取り、肉の色が変わったら焼き豆腐と白滝をところどころに入れてね。落とし蓋をして煮立ったら弱めの中火で10分ほど。ネギを加え、さらに3分ほど。火を止めたら、粗熱が取れるまで置いて味をなじませましょう。焼き豆腐に牛肉のうまみが染み込んで美味しいわよ。ビギナビー。煮物には絹ごしよりも木綿豆腐がおすすめ。固めなので形が崩れにくいの。焼き豆腐と厚揚げも水気が出にくいので煮物に向いているわよ。上手に使い分けてね。そんなに食べたら運動した意味がないじゃない。また運動するから大丈夫って。じゃあ少しだけよ。2品目は豆腐の卵とじ。卵に火を通しすぎないのがポイントよ。豆腐は6等分の角切り。三つ葉は2センチほどの長さね。卵は卵白の塊が残る程度に軽くほぐしましょう。ふんわり仕上がり、色も鮮やかになるのよ。だし、酒などを入れ中火にかけます。煮立ったら豆腐を加え、蓋をして弱めの中火で2分ほど。途中豆腐を返して味を含ませましょう。溶き卵を回し入れ、三つ葉を散らします。蓋をし、火を止めて30秒ほど蒸らしましょう。柔らかな豆腐とふんわり卵が絶妙よ。手軽に作れるので忙しい朝やもう一品欲しい時にぴったりよ。